後藤真希さんがテレ東音楽祭に生出演し、阿部夏実、中澤裕子さんと共演しました。2011年12月から活動休止中だった歌手の後藤真希さんが26日夜、テレ東音楽祭に生出演しました。25日スタートのウェブマガジンアルフィスの編集長に就任し、芸能活動は再開しています。復帰後初のテレビ生出演となり、11年10月31日のかすみん以来2年8ヶ月ぶりにテレビで生歌を披露しました。午後10時20分過ぎ、後藤真希さんは中澤裕子、阿部夏実さんらモーニング娘。OG7 人とともにステージに登場しました。ゴールドのへそ出し衣装に身を包み、髪型はツインテール、センターに位置しました。ただいまですと挨拶し、こういう衣装を着てこういう髪型をするのも、まず生放送で歌うのが2年半ぶりなんですよ、頑張りますと語りました。この夜はラブマシーンなどを熱唱し、ノリノリでキレのあるダンスも披露し、ブランクは感じさせませんでした。